こんにちは。花屋龍馬シリーズの動画をご覧の皆様、速稼塾の久保です。今日もね、神童花屋龍馬シリーズなんですけども、前回花屋龍馬さんが動画を送ってくださったのが、ワントゥーワン動画のことですよね。うん、これね、やっぱすごいインパクトでしょ。で、私はでもね、動画を撮るときって、ワントゥーワン動画って一般公開することが多いんですよ。例えばこの花屋龍馬シリーズってのは、花屋龍馬さんだけに送ってるんですよ。億万長者合宿シリーズも吉谷さんだけに送ってるんですよ。でも、それ以外の方が見てどういうふうに感じるかなってところに少しの期待も持ってるんですよね。あ、まるで自分に言われてるようだ。だから自分もその通りにやってみよう。次の動画も自分の学びのために見てみようっていうふうな、そういうふうな意識を向けてくださる方がどんどん増えることを期待してますし、そういうふうな思いで私は動画を発信してます。今度逆にですね、一般公開動画。多くの方に普遍的にお届けする動画なんですけども、これはですね、実はですね、ある特定の一人の人に送ってるメッセージなんですよ。具体的な名前も出しませんし、具体的な事例も出さないんですけども、ある特定の人を明確にイメージして、ペルソナですけどもね、実在する人物とそのエピソードに対して解決策を一般公開動画で発信するわけですよね。だから発想としては逆なんですよ。みんなに言ってるようであって、一人に言っている。一人に向けてるのに、皆さんに聞かしているって形ですよね。これをイメージするならばですね、ファミレスの中で、例えば私と花龍馬さんが、一つのテーブルで、こう、対面で話してるんですよね。そこに他の方が、固唾を飲んでこうやって見てるみたいな感じですよね。たまには首を突っ込んでくることもあれば、たまには、なるほどって思ったことがあるとすればね。まあそういうような形でね、公の舞台で、二人ごとをやっているって感じですかね。まあですんで、皆さんからのコメントも大歓迎だったり、皆さんから関わっていただければ、そちらの方にまたワントゥーワンがね、移行していく可能性もあるかなというところでございます。まあそれがワントゥーワン動画の現象ですよね。そしてなんでこのワントゥーワン動画を私がやるかと言いますと、まさにですね、一人ずつメッセージを送らないと動かないんですよ、人は。皆さんというよりも、あなたがと言わないといけないんですよね。だからこの動画もね、できれば、一人一人の具体的なお名前を出してね、あなたの悩みを解決するためにこの動画を撮ったんですよっていうふうにお届けしたいぐらいなんですよ。さあ、そしてですね、この動画のパワーなんですけども、様々影響を受けるところがあると思いますけども、私はね、実はね、自分の動画っていうのが、再生数がね、少なくなればいいなと思ってるんですよ。チャンネル登録もどんどん解除が起きてきて、ついに0人になると。要するに私の動画が必要ないぐらい、まあ、多くの方のね、こう言ってはあれですけども、行動のレベルが上がっていったりとか、意識のレベルが上がっていって、例えば私の動画を見てる方がね、もう次から次へと、自分のビジネスを展開したりとか、投資うまくいって、もうお金の問題から解放されました、みたいになってくれたらいいなと思うんですよ。で、お金の問題からなかなか解放されない、対人関係とか精神の問題からなかなか解決できないって人がずっと見てくださってると思うんですよね。だから私は今日も語りかけます。そろそろね、自分の足で、立っていきましょう、走っていきましょうみたいな感じです。まあちょっと声で言ったら偉そうに聞こえるかもしれませんけども、まあ様々なメッセージが込められている中で、ワントゥーワン動画っていうのは、本当にね、伝えたいメッセージを、一人に掘り込んでるってことですよね。で、今回は花龍馬シリーズっていうのは、1年かかって、まだね、花龍馬さんが私の動画を見てくださってるような、そして私が花龍馬さんの動画を新しく更新されたのを見てるようだったら、これをやってみようかなと思ったところ、続いてるんで、まあやってみたというところが大きいですね。だからここにまで来る人ってのはすごく少ないんですよ。最近でしたらね、ミスター M さんみたいなのが1年間食らいついてきましたけど、本当大した問題ですよね、こういうのはね。だいたい動画の更新をしてても、毎日ってレベルにはならないですし、なんかね、3ヶ月続けばいい方なんですよね。どっかで自分の情報発信が後回しになっていく。要するに、自分を世の中に知らせることが後回しになっていく。要するにビジネスはうまくいかないですね、そうなると。ビジネスってのはやっぱり多くの方と関わることでうまくいく要素がありまして、で、少ない方と関わる中で、ビジネスをうまくいかせようと思うと、相当一人の人を掘り込んでいかないとね、掘って掘りまくらないといけないんですよ。でもなかなか一人の人が一人の人を掘り込むってことはなかなかできないですし、人っていうのは自分のことを明かさないですからね。まあですんでね、実はワントゥーワンの関係っていうのはすごく貴重なわけなんですよ。それこそ自分の家族とか、友人とか、恋人、そうですね、恋人っていうスタンスじゃないと、親兄弟みたいに思わないと、ワントゥーワン動画ってのはできないんですよ。で、どちらかがやめていくっていう現象になってくるんですよね。まあ、ですんでね、本当ワントゥーワンなのか、挑戦してみようかなと思ったら、結構腹をくくらないといけないんですよ。それこそね、どっちかが倒れるまでやるって感じですからね。で、私の場合は自分から倒れることがないんで、私とワントゥーワン動画やると、かなりの圧力がかかると思います。だから、花龍馬さんはね、重い十字架を背負ったみたいな感じになってしまったんじゃないかな。でも、その代わり私はね、全力で、メッセージを伝えていこうと思いますし、出し切ったメッセージの、その次にまだね、まだまだ伝えきれてないメッセージがふつふつ湧いてきますんで、ネタが切れることはないかなということでございます。さあ、ワントゥーワン動画ね、ちょっと分かっていただけたかなと思いますんで、今日はこの辺にして、神童花龍馬シリーズの、アウトブレイクじゃないや、ブレイクタイムですね。ブレイクタイムの第5話かな ?5 話は終了させていただきます。また次の動画でお会いしましょう。